見事だ。伯爵様、この勝負お前たちの勝ちだ。さあ泥目を刺すがいい、勇者たちよ。世の命が失われれば本当のランパーは消え、予言も止まるであろう。どうしてこんなことを、どうしてこんなことに。エマ、君がいなくなったあの日から私は君を探し続けた。探して探して探し続けて、とてもとても長い間探し回った。だが君は見つからなかった。私にとって君のいない世界など何の意味もない。だから私は我が家に伝わる古代の民の禁断の予言書、黒の予言書を使い、この世界を滅ぼすことにしたんだ。消えてしまった愛する君に、この世界を捧げるために。リメンさんだね。わーお、どこから突っ込んでいいんだろう。なんかいろいろ混ざってませんか。マジか。そういえばピーチ姫だと普通に頭につくんですね。なんだなんだなんだ、ちょっと遊んでる場合じゃないよな。よし頑張ろう。とりあえず頑張っていきますか。上に行きたいな。はいはい、今の僕は無敵なんだよ。さあそろそろあちらこちらの世界が滅ぶ時間だ。
本田さん、こっからですよね。ピュアハートが私たちに力を与えてくれた。さあ行きましょう。よし、頑張ろう。これで攻撃が当たるようになってるってことですよね、おそらく。本田さんチェックもしようか。スーパーディメン、コントンのラバーとルイージの体を取り込んだディメン、圧倒的な攻撃力と体を合わせ持っている。200か。 HP は200、攻撃力は6。頭にしかダメージを与えられない。足場を登って頭に攻撃を加えなさい。これが最後の戦い、何としても負けられない。よし、頑張ろう。はい、マジか。まっすぐ行くと当たっちゃうかもね。あぶねー。次元技がなかったら当たっていたかもしれないわ。はい、怖くね、怖くね。避けられてるのが奇跡なんだけど。もはや危ねー。はい、危ない危ない。 OKOK、 よし、いいよいいよ。マジか、当たっちゃったか。はい、向かってっちゃう。大丈夫ですよ、大丈夫ですよ。はいはいはい、オッケーオッケー、いいよいいよいいよ。結構今与えられたんじゃない？どうですか？やったかな？一つだけ残された手段がある。こっちだ。
その場所ってですよね、あの時の。
さて、スーパーペーパーマリオいかがでしたでしょうか。今回までがストーリーの動画となります。というのもまだまだ滑ることがありますので続けていく予定です。こちらに関しましては追ってお話ししていきますのでよろしくお願いいたします。予言の書、そしてアンナとノワールがキーとなってくる愛の物語、とても感動的なお話となりました。正直なところどちらかというとペーパーマリオシリーズは RPG のシステム派ではあったので、アクションゲームとしてどうなるのかというところを感じておりましたが、かなりね楽しめましたね。全体的に難易度もそこまで高くはないので、コンスタントにスコアを稼いでいけば難なく攻略可能なレベルには自然となっている印象です。なんだかんだノワール戦以降もアイテムを使わずに討伐することができてますからね。そして攻略のキーにもなるフェアリンたち、今までのペーパーマリオシリーズでいう仲間のポジションでしょうか、使い分けながら進んでいくというところもねまた面白いところですよね。そしてこの後の動画の方針についてです。一応予定しておりますのは、まずクリア後にですね、どうやらステージの 6-3、6-4、 こちら本編中にはなかったんですが、こちらにもねどうやら行けるようになってるみたいなんで、そちらの攻略、おそらくモノノフ王国のガチ100連戦になるのかなと思います。あとは前作のペーパーマリオ RPG でありました100階ダンジョン、こちらのアクション版の100部屋ダンジョンというものがあるみたいなので、そちらにもチャレンジしてみようかなと考えております。そして次回作についてです。現段階ではせっかく現在ね Wii U を出しているので、まあ、Wii、Wii U 系のものであったり、あとはフリーゲーム Steam から何かできればなと考えております。他にもねいろいろと動画投稿していこうと思っておりますので、そちらも含めまして見ていただけますと嬉しいです。コメントの方もしっかりと読ませていただいております。本当にありがとうございます。同じ時間をシェアできる動画、これをねずっとモットーとして活動しておりますので、今までコメントを書いていなかったという人もねこれからどんどん書いていただけますと嬉しく思います。とてもねモチベーションになっております。一言でもね嬉しいのでぜひマジでお願いします。いつも書いていただいているという方はね、これからもぜひよろしくお願いいたします。ということで今後も頑張っていきますので、どうぞよろしくお願いいたします。
動画のご視聴ありがとうございます。ちょっとでもいいと思っていただけましたら、チャンネル登録、高評価、コメントをしていただけますと嬉しいです。また Twitter、Instagram などもやっております。こちらのフォローもぜひよろしくお願いいたします。動画概要欄にございます。そして他のシリーズもおすすめなので、画面に表示されていると思いますので、こちらもチェックしてみてください。